のせ高頼は、平安時代末期の武将、忠頼よ森の三男、摂津国の世将の開発領主、ただ源氏の一族であるが、一族の他の武士たちのように、京都の情勢に関心を持たず、領地の開発に邁進した。ただ源氏の着流が、本拠地の忠から勢力を拡大していないのに対して、高頼よりの第二はすでに現在の大阪府の瀬長及び、豊野町に勢力を拡大していた。 それが、後の忠氏との瀬氏の勢力の差につながったことから、の瀬氏の最大の功労者と言える。自称、樹栄の乱においては、平家物語に、兄の友美と共にその名が挙がっており、玉葉の記述によると、自称4年11月23日に、福原にて、一宅に火を放ち東国に向けて蓄典したとある。ことから、高よりも当初は、他の節元氏と、 同様平家に服属していたものと思われる。そして12月1日、半兵家の呪しが上がる大見国において、大見源氏の軍勢と交流し、挙兵を企てるも、平の清盛による討伐の命を受けて、大見に攻め込んできた、平家の家人、平家悦次によって討たれ、仲間及び老党と合わせて16人が、斬首、二人が捕獲されたとある。一部の刑図では、 高頼の子孫より、野瀬氏が出たとされているが、野瀬氏の系譜は、諸説あり疑問は多い。戦国時代には、野瀬寄行などが、野瀬地方から、摂津国淀川流域に勢力を広げる努力をした。また、多だ源氏の本家筋が没落する中で、野瀬氏のみ、例外的に勢力を維持し、江戸時代には、旗本として、加盟を存続させた。現在の野瀬町の地名は、 のせ氏に由来する。ありがとうございます。